ハミングバードプロジェクト0.001秒の男たちは2018年のカナダベルギーのドラマ映画。監督はキム・グエン、出演はジェシー・アイゼンバーグとアレクサンダー・スカルスガルドなど。0.001秒でも先に市場の情報を得るために 1600km の通信回線の不設に挑んだ男たちの実話を映画化した作品である。 2018年9月に開催された第43回トロント国際映画祭で初上映された。ヴィンセントとアントンは重計同士で共に高頻度取引に携わっている。2011年、二人はある計画を実行に移すことにする。その計画とは、カンザス州にあるデータセンターとニューヨーク証券取引所の間に最新の光ファイバーを付設する計画である。 これによって従来より0.01秒早い注文が可能となりビジネス面で大きなアドバンテージを得られると考えたのである。ところが、不設に至るまでの道のりは決して平坦なものではなく土地の権利保有者たちから光ファイバーを不設する権利をやっとの思いで得た矢先、二人の計画を察知した元上司から必要な妨害を受ける羽目になる。しかも、 ヴィンセントが病に倒れるという事態に陥る。カッコ内は日本語吹き替え声優。2017年5月8日、ジェシー・アイゼンバーグとアレクサンダー・スカルスガルドが本作に出演するとの報道があった。9月9日、サルマ・ハイクの出演が決まったと報じられた。10月16日、マイケル・マンドがキャスト入りした。11月、本作の主要撮影が カナダのケベックで始まった。2018年2月16日、本作の劇中写真が初めて公開された。9月8日、本作は第43回トロント国際映画祭でプレミア上映された。11日、ジオチャードが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。22日、本作がバンクーバー国際映画祭で上映された。 2019年1月18日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのテ点トマト図には117件のレビューがあり、批評家支持率は57%、平均点は10点満点で6.04点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、 上質の演技があり、スマートな作品である、ハミングバードプロジェクト0.001秒の男たちは、キム・グエン監督のフィルモグラフィに実に面白い一本を付け加えることになった。となっている。また、メトクリティックには26件のレビューがあり、過重平均値は58、100となっている。ありがとうございます。